ごきげんよう。ただいま、ここは、ヒルグランドの墓にいます。なんか、家族、よくわからないクエストに巻き込まれて、で、ちょっとお墓の中を一通り見て回ったところです。では、お馬さんを呼んで、引き続き、ワルステッド、ドラゴンスキンじゃないな。ケイ。来た？ケイ、向かっていきましょう。リディアさんの馬もいますね。よし。いや、視界も正常になって、やっと景色を、あれ？ 景色をゆっくり堪能できそうですね。カメラが引きなのは、しょうがない。これ以上ズームできないので。こういうものだ。看板を読もう。イワルステッド、ウィンターホールド。ウィンターホールドもこっち？ウィンドヘルムか。ウィンターホールド。ウィンターホールド大学？こっちか。ウィンドヘルムはなぜか記されていないというのは、もしかすると帝国軍の嫌がらせ？というわけでもなく。よし。公共設備を整えてるのは帝国軍だよね、きっと。よいしょよいしょ。パカラパカラ。道を間違わないようにだけ。道沿いに行って、良きところで右折だ。よし。それっぽいところ来たら右折しよう。野生動物がたくさんいて楽しいですね。あれ、ここはどこだ？マップには載っていなかった遺跡がありますね。滝もある。ちょっと覗いてみる？まず滝から。これはなんかのスポットかな。山の花。特に滝だけのようだ。滝の裏には、ロストナイフ。ずぶ濡れだ。忘れてた。濡れの爽やかな水。濡れの概念を忘れておった。これで水が手に入ったりしてますか？ないようだ。まだ水の入れ方が井戸からしかわからない。仕方がないな。で、こっちは？さっきの隠れ家って、もしかすると滝じゃなくて、この上だったのかもしれない。どっかに洞窟があったのかも。さすがにそこは、今回はやめておこうかな。で、こっちは？やばいのがいる。ブレトンの、よし。ブレトンの、違う。ブレトンのドラゴンスキンはもう使った後だった。困りましたね。揺るぎなき力をとりあえず装備して、スケルトンアーチャー、コスト123か。見習い、素人と見らないは見らないの方が強いのかな。よし。で、これで魔法は今は使えなくなって、弓か。リディアに当てないように。なんだここは。大丈夫？ たくさん刺さってるけど。あれ？あ、いた。ちょっと君戦うんだ。ストームクローク戦士。なんだと？あ、兜が高い。これもいいですね。下がりましょうか。ちょっと ここ、ねえ、ここはどこなんだ？アモール砦。あえて戦いを挑む必要もなさそう。ちょっとこの隠れ家が気になるな。
こういう通りがかりに行かないと後で忘れちゃいそうだ。どこに洞窟があるんだ？これかな？チラッとだけ見ていっていいですか？ロストナイフ。山賊かな？チラッとだけね。チラッと。隠密も上がったので。明るいですね。洞窟の中にしては。焚き火があるな。誰かいる。敵ではなさそう。敵対なるまで。何か話してる。山賊。何の話？すまんが、外した。あーっと火炎です。おお、ナイスとどめ。いきなりやってきて。ひどいやつだ。さあ、ここのものはいただいていこう。ゴールド。あ、蜂蜜入り白パン。うまそうですね。この時代のパンってまだふわふわしていなそうですけど。温まりポイントでちょっと温まりつつ、ちょっと容量が心配ですが、お腹が空いてますね。よく見ると。お水がないな。シチューを作ったんですよ、たくさん。これで一緒に喉も潤わないかな。ダメか。じゃあ、水がないので、大量のスクーマーはやめておこう。エールを。アル中になってしまうよ。山賊の隠れ家だ。あ、これカラカラ鳴るやつ？リディアが引っかかりそう。これエヴァンジェリンさんと来たらまた何か言ってくれそうですね。当てられるかな。ダメか。エイムが。あ、ナイス。いいね。隠密で倒すと隠密レベルが上がるんだね。よし。ふう。はあ。サクサク上がる。ツルハシがあるってことは期待してもいいんですか？期待しちゃうぞ。一応持っていきます。グレードソードとあと軽装がありますね。言葉と哲学。両手武器？なんで？もしかすると何か物語、両手武器を使う物語なのかな。しっかり書き込まれていましたね。じゃがいもはなんか持ってきたくなります。よし、もう料理はたくさんあるから売ってもいいくらいなんですけどね。投下しちゃった。間違えて間違えて投下しちゃった。メス。これストームクロークのものではないか。よし、弱そうなのでスニーキングはこれくらいにしておこうかな。うおー、大したことなさそうだ。
即死するものもあるから罠は気をつけないと。ん？こっちは何だろう。あ、山賊長とかいそうですね。こういうところに。当たって。あ、いつの間に当たってたんだい。強そうな山賊。リディアごと燃やしかねないから、ちょっとリディアどいてほしいな。ナイス。ナイスでーす。ああ、ちょっと強い山賊だ。重たいけど価値は高い。あ、これは良さそう。今自分、ちょっと、革装備に変えてしまってもいいかもね。ツルハシは微妙だな。鉱脈がなきゃ、微妙だな。よし、装備を変えましょう。ホワイトラン系も強いんだけどね。顔だけストームクローク。じゃなくてホワイトランへ。で、体が革で、革装備です。冒険者っぽくていいですね。やはりマントがあると。よし。ウリか。持っていこう。酒で得た束の間のぬくもりが消えた。ほのかに暖かい。こっちは何にもなかった。では、こっちがルートみたいなので。いるー。話が聞けなくなっちゃうかな。ただ、今んとこ 100% 外してないか。なんで当たらないんだ。エームがなってない。ナイス、リディア。よし、当たりー。スニーキングで2倍になれば一発で倒せるのにな。遠すぎるのかな。もっと、あ、羊じゃなくてウサギの肉。もっと上の方を狙いつつ、あ、出られそうですね。ここは、こっちは、あ、なるほど。結局鉱脈は見当たらなかったですね。あ、やばい。何よ。なぜ降りた。なぜ降りた。そしてどこからになるんだ。あ、よかった。優しい。優しいですね。出ましょうか。鉱脈はないんじゃなくて見つけられていないだけなのかも。パッと見ないけどな。行きますか。山賊を一掃してきました。これもしかするとどっかの町のクエストだったりするかもしれない。これで一掃して、もうすでに一掃されていれば、あとは報酬をもらうだけ。スクーマスレーブ、何、なんで裸なんだ。なんでかなんだ。油断した。油断したっす。やばい。鞭を使おう。ちょっとさすがに両手剣は振りが遅いので、鞭を試してみたい。裸なんですが気のせいでしょうか。ちょっと待って、強くない？鞭が弱いだけ。よし、鞭の、ちょっと待ってよ、レベル上げよう。落ち着いて。よしよし、マジか。マジかでポイントが1個あるので、隠密、隠密もう十分かな。もうちょい上げてもいいかもな。これでやっとプラス 30%。 これでちょっとは有効的になったかも。なんか、ね、エヴァンジェリンが、え、
エヴァンジェリンクエストがスクーマがいろいろ倒すって出てますね。エヴァンジェリンはいつどこで何をしてるんだどうして、ちょっと無知はダメだった、無知はダメだった。せめてこういう霊気とかがいいかも。距離感がつかめないですね。話し声がするな。ゆっくり漁っていこう。ニンニク、ウリとかあーチーズ、食料危機でもないんだけど、食料をこう欲しがるツルハシは必要なさそうだ。で、重たいものを置いて、こうリディアもパンパンですよね、きっと。両手系は持ってないよね。装備するようしかないですね。一応歩けはするから、これくらいに。よし、食料もちょっと自重しよう。じゃがいもはこんだけたくさんあっても、蜂蜜酒もいつでも買えるので、自重してスニーキング取った割にはすごい広いな、ここがしっかり住めそうだ。鍵がかけられてない。上先見るか、こっち先見るか。上先見よう。今人がいた気がするな。あ、バレた追放者なんだこの、頭がない。なんだこのアウトサイダーたちは、なんなんだ。リディアがいなかったらすでに死んでたくらいの量である。やばい少女やばい。リディアお助け。ショーガブ飲みすれば大丈夫か。なんで背中を向けて、なんだこいつは。封印を解く時が来た。ちょっと強すぎない？強すぎる人がいる。ガブ飲みが許される。待って、ここはまだ来るべきではなかったのかもしれない。ガー、強すぎる。バタバタしてる。帰ろうか。ここはまだ無理っぽいですね。リディア帰りましょうねまた来ます。引き続きね、ハイフロス川に行こう。ここはもうちょっと、最初から両手剣でバシバシやっていけばどうにかなったのかな。いやでも弓一発で HP8 割だったので、では外までカットします。外に出ました喉の渇きがえらいことになってるんですけど、自動で飲んでくれないかな。あ、トンボだ。飲んでくれ。飲むんだでは馬を呼びましょうか。魔法で、よし行こう寄り道しすぎた。こっちの左も魔法使いだらけで、洞窟も強い山賊と薬物中毒者だらけで、で大変です行こう。なんだこの緑色は。
謎の緑色テクスチャー、ちょっと身に覚えがない。あ、リディア、リディアもしかして馬に乗ってない？リディア走りじゃないか。ちょっと帝国軍お助け。ナイス、毛皮は助かる。重たいとさ。武器は、何を入れますか。なんか一つで、あ、これが重たいな。お馬さんすぐいなくなるじゃないか。ストームクローク。すいません。私はホワイトランの獣士です。道はここで合ってないな。ちょっと。でもぐるっと回っていくしかないのか、もしや。ここは山だから、こう、ん？そんなこともなく。あ、良きところがこの先にあるので、左に。よし。お馬さん呼んで。OK。リディアもしっかり乗ってくださいね。リディア。よいしょ。テクスチャーが緑色になってるのちょっと気になりますね。もしかすると、あれを変更するようなものは特に入れた覚えはないんだけどな。バグってしまっています。リバルステッド。OK、こっちだ。あれ？お馬さんすぐいなくなるやんけ。ん？ OK。リディア。リディアも大変だ。OK、こっちだね。疲労も溜まってきたので、今何時だ？ 6 時だ。そろそろ、そんな頃合いでしょう。おお、サーベルタイガーは相手にしない。なんで滝だけ緑色なんだろう。テクスチャーは、確か軽くなるものを入れてた気がするので、それ外しちゃってみますか。一旦ここで、ちょっとセーブを作っておこう。OK。セーブしたので、また、直しそう。ちょっと、こっちかな。こっちかもしれない。こっちっぽいですね。あれ？だけどこっちに行くとマップでは。わからん、方向音痴だ。ダークウォーター川。で、こうぐるって回っていく感じなのかな。もう本当は良きところを逃してしまっていたりしたりしなかったり。いいところだ。高いな。迷子のまたまた看板を頼りに。OKOKOK。ここで右折でしょ。ここで右折だ。お馬さんすぐどっか行かんで。お馬さん。よし。降りるとすぐ野生に帰ってしまいますね。多すぎるってさ、サーベルタイガー。どれだけ道端にサーベルタイガーが置かれているんだ。多分勝てないですよね、このレベルでは。もっとレベル上げ、サーベルタイガー2プラス魔術師。これはいい、まず、あ、降りてはいけない。3匹いた。2匹だったらなんとかなるかなって思ったけど、3匹は無理です。いい魔術師なのかな。助けたいですね。いい貧しいだ。まず、あ、ウレニ。お？仲間になってもらえるなら光栄だ。
はい。Me? No, you dunce. I wasn't talking about me. あ、犬だったんだ、あれ。サーベルタイガーじゃなくて。犬はいらない。犬。犬か。一応。はい。タダでくれるってこと？But don't let me dissuade you. I'm sure you'll have considerable success teaching it to fetch your slippers in the morning. Of course. Good luck teaching it not to soil them first. これはバニラのものなのかな？犬は戦力になる。犬の名は？ How should I know? It doesn't respond to imbecile. 愛を感じられないですね、犬に対する。So for now, I've resorted to calling it dog. 今からでも名前を付けられる。ノルド風にドグウィールとか。この人ノルドじゃないしな。ちょっとスライドしていってるのが気になるけど、動物に名前なんかいらない。どんな動物？忠誠心は得難い宝だ。感謝しなければ。これかな。The loyalty of mortals is indeed a rare. それはそう。この人は間違っていない。犬は戦力になる。そうだね。遠ざかっていってない？ああ。トロールに噛みつくだけ？なるほど。何かが来てる。なんで？実はあなたにおしっこかけたい。なんだこれは。これはなんだ。もっとなのか。しつけをしろ。わからない。これでやってみよう。 You... What? Is that a joke or some sort of perversion? Get away from me. 変態だと思われた。ちょっとリディア埋まってますね。大丈夫か。ちょっと If you're wondering what that smell is, it isn't me, it's the dog. ワンワン売ってくれるのかな。どこで犬を見つけた？ I didn't find the cretin. I never wanted him to follow me. 勝手についてくるのか。運が悪かったとは。 Well, it all has to do with the price of troll fat. It's been dropping like flies ever since the book Finn's Guide to Troll Slaying got published. 何の話？ I own a considerable stash. It's in my best interest to kill as many trolls as I can. Make the item scarce.どんな風にトロールを狩るんだ？ I usually track their footprints and follow them. トロール強いよね、確か。They typically aren't very happy to see me. 足跡を追って。Except this one time, they were too busy cornering this mangy dog. And the army of fleas and its garrison. それがこの犬なんだな。That's right. Funny thing is, if I hadn't killed the trolls, this dog... トロールは犬も飼ったりするのかな？Which is precisely what it's doing to me now. In fact, I think the mongrel is trying to kill me by having me commit suicide. そっか。つまり犬にとって命の恩人だ。だからこんなに懐かれてる。It was a coincidence. へえ。Side effect. At no point did I attempt to do it any favors. In fact.If I had to do it again, I might have spared the trolls and used all my remaining magic on. まあまあまあ、本当にやる気だったら今やってもいいでしょう。この犬が好きなんだろう。Like the dog? I don't like fleas. I don't like unpleasant smells. Having my feet licked or loud barking in the middle of the night. 鬱憤は溜まる。鬱憤は溜まっている。I haven't the faintest idea why you'd think I'd enjoy the company of this.
dirty, flea-ridden cacophony of fur. Yes, it fails to grasp that I want to murder it. Funny, because that's all I ever think about. Oh, I guess it's true what they say. Tamriel would be a much better place if we could only find the people the dogs think we are.出身地はスカイリムの人ではなさそうだよね、見るからに。どこだ？When the Red Mountains found its voice, nearly all of Vardenfell fled west to Skyrim. 噴火したのかな？ My mother migrated here with the Sarethi clan and worked at the farm that bears. すごい根掘り葉掘り聞くじゃないか。母親はどんな人？ So while she came to help out, she didn't stay long.She'd leave on these crazy adventures, and that's where she met my father. I never even knew his name. But it doesn't matter. As far as I'm concerned, the only name he'll ever have is that of a dog. かなり前の話。全部聞く気か。父親に何が起きた。But my mother's silence told me more than I need to know. All I'll say is this.There's a special place in the afterlife. 母子家庭だったみたいだね。母親のこと。気まぐれな人。冒険者とかはそういう人が多いって感じがするよね。Most people who've lived hard lives, they're always worried about the future.But my mother always lived for the present. What's tomorrow but future's past? And what's yesterday but ancient history? 常に今を本気に生きてるってこと。ダークエルフらしくない。Indeed. She was from another time. Her love had no limit, and her heart. But children of war and famine, our hearts belong to no one.農場で働き続けるつもりか。For now. To be honest, I wasn't sure if Avruza was willing to accept me into her home. She's a hard woman and a good farmer, and probably never forgave my mother. Seeing me was like opening an old wound. アブルサはどんな反応した？It was a Dori. She welcomed me like a sister. Of course.Avruza came around as well once I offered to pay rent. Now it's a Dori who resents me. 名前が多くて、わ、全部聞いちゃった。質問は以上だ。Very well. And what of you, traveler? Where do you hail from? 聞いてくれるんだね。ただの宿なしさ。今やスカイリムが故郷同然。放浪しているタマリエル全土が故郷だ。いやーどうしよう。どれでも当てはまらないな。けど放浪してることにしよう。That's a shame. To wander off with a place to return to is a lonely existence. My mother was proof of that. そっか。She had a strong love of life and all it had to offer. But at times, it felt like that love was unrequited. She would always be an outsider.Wherever she went, it would never be home. That's why I go back to Sarethi Farm. I don't want to share her fate. そっか。いやー、なんか興味深い人でしたね。All right, then. 犬を、本当は犬をやるつもりなんてなかったのかもね。そしてさっきからサーベルタイガに見えていたのは全部犬だったりして。てっきり魔術師が犬に襲われてるのかななんて思ったりまたねしたけど確かにいやちょっと待ってこれはどっちこれはどっちだなんで攻撃してきたわからんでも行こう先を急ごうこっちで合ってるのかなあ良さそうですねだいぶ夜も暗くなってきてもう10時か着いて宿屋をちょっとチェックインしたいですが
洞窟の道草もこの辺にしておこう。これは松明とか灯火とかできたりするのかな。灯火してから乗ったら明るくなるかな。よし、あ、いいですね。少なくとも足元は明るい。リディアはついてこれてるのかな。あ、来れてますね。よし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 、着いた。ここはどこだ。よいしょ、イバルステッドはこっちだね。あ待てーい、お馬さんがすぐに困ってしまいます。よし、パカラパカラ。あれはきっとバニラというか、もともとツイモッドではない人だと思うんだ。ちょっと犬、ステンダールの番人ってなんだ。こっちでいいのか。大丈夫だ。ちょっとやばそうなのいましたね。馬には馬の速さにはついてこられまい。これで村まで引き連れちゃったら村が壊滅しそうですけど。あ、旅の人かな。あっちこっちで戦ってるよ。スカイリムは危ないところだ。まっすぐで良さそうだ。降りたくないですね、こんだけ敵がいたら。よし、もう夜も、ああ盗賊もいる。疲労と空腹と渇きで今それどころじゃないんです。お、たくさんマーカーが出てきましたよ。道を間違えてそう。ここ右だった。こっちだね。軽装が上がりましたね。着てるだけで上がっていくのかな。よし、がむしゃらに。一寸先はよく見えないけど、あ、このライトが助かる。 OK、 着いた着いたよ。すごい星空だ。イバルステッド。